私もラッキーコーヒーマシンでございます。私ども国内また海外のですね、様々なコーヒーのブランド、これを揃えておりまして、まあ、コーヒーマシンに限らず、抽出関連機器というものも合わせながらお客様への販売、メンテナンス等トータル的な提案を行っております。まあ、例えばですが、ドラッグストアまたはスーパー、まあ、ホームセンターとかですね、今までコーヒーのお取り扱いをされてないような場所、ここへのコーヒーの提案、それによりましてこの直近5年間で約設置台数が3倍に拡大したという状況でございます。まあ、限られたリソースでいかに効率を上げお客様への提案をつなげるかということで、やはりシステム化というものにつながってこようかと思うんですね。このことが今回アップワードの導入につながったというふうには考えております。アップワードの画面でスケジュールであったり得意先の情報であったり過去の履歴であったりそういうのを確認しながら時間帯の空いてるエンジンにはアサインします。スキル情報を見ながら誰がいけるかっていうのを確認しながらアサインをします。アサインしましたらその情報が得意先の情報と合わせて各エンジニアの方にデータが飛んできます。まずサービスコールが入りまして、その電話の案件をコールセンターがチケットをエンジニアに各エンジニアに割り振って自分たちの元に割り振られます。チケットを確認した後に地図アプリを起動してその現場に向かうことになってます。まず店舗に入りましたら作業開始ボタンを押しまして、で実際に作業に入っていきます。で終わりましたら、お客様に内容説明してサインをいただいて、で終わった時点で作業終了ボタンを押して終了になります。症状が同じ修理とかで被ってしまった時に同じ内容を2回してしまわない再発防止と、あとどんな内容で修理行ってたかによってこの前の修理が関係あるのか、この前も壊れたんだけどこれ今回あるのみたいな聞かれた時にスムーズに対応できるようになりました。作業完了。丸。老朽化のためマシンの入れ替えを検討されていました。丸。あと今までですね、エンジニアの作業行動の中で電話の対応と事務処理の比率が非常に高くて、お客さんに行く時間を長くしたいのにそういった付帯作業が非常に多くなってきてましたので、今回コントロールセンターとかいう機能を持たせて一括管理することによって1日あたり1件の得意先への訪問が増えました。手書きの作業報告書をなくすことによって実際には約7割の紙を削減しました。合計ですね、約1億円規模の改善効果が実現できました。今後さらに成長をするためには、やはり大手お客様のお仕事をいただくということにつなげなくてはいけないというふうに思っています。お客様との満足と笑顔を作り出すパートナーとして継続したご提案、これをもってお客様とのつながりをより深めていきたいというように考えております。